てきたな、トゥワイス。昔は裏社会を取り仕切る怖い団体がたくさんあったんだ。でもヒーローが流星してからは摘発解体が進み、オールマイトの登場で時代を終えた。いわゆる筋物さ。死へ八歳会、その若頭だ。それでその細々ライフの極道君がなぜうちに？あなたもオールマイトが引退してハイになっちゃったタイプ？ヒーロー殺し、ステインをはじめ、マスキュラー、ムーンフィッシュ、どれも駒として一級品だが、すぐに落としてるな。使い方がわからなかったか。挑発でもしてんのか。次は俺だ。俺の傘下に入れ。お前たちを使ってみせよう。そして俺が次の支配者になる。目標を達成するには計画がいる。そして俺には計画がある。この間友達と会ってきたのよ。内気で恥ずかしがり屋だけど、私の素性を知ってもなお友達でいてくれた子。彼女言ってたわ。常識という鎖につながれた人がつながれてない人を洗ってる。ごめんね極道くん、私たち誰かの下につくために集まってるんじゃないの。何にも縛られずに生きたってここにいる。私たちの居場所は私たちが決めるな。幾分分かりやすかったぜ。なるほど。勝てるか。個性が出なかった。くそ、いてこうなると冷静な判断を書く。そうだな、戦力を削り合うのも不毛だし。待て、どこから尾行はされてなかった。大方ドイツかの個性だろう。頭を冷やして後日また話そう。腕一本を負けてくれ。てめえ殺してやる。田村か、私刺せるよ。刺すね。ダメだ。責任取らせろ。ダメだ。賢明だ、手だらけ男。